はい、闇、栗山闇だよ。実は夜更かしして寝れなくなって朝マックを食べたいと思います。ホットカフェラテと、あとマック、じゃあベーコンエッグマックサンドか、はい、食べます。じゃん。ということで、いつもならね、マックグリドルが好みなんだけど、今日はこいつの気分だったのでこいつを食す。なんかあのふわふわ、パンがふわふわなの。みんな食べたことある？僕あんまなくてさ、めっちゃびっくりして、うめえ、もう今日からこいつが推しだーってなったよ。でもチーズか卵かなんかもトロトロ、ほら見てわかるかな。はい、ということで、みんな大好きハッシュドポテト、もう叶うならこれ何個も何個も食べたいんだから。美味しいんだから、ほんとサクサクカリカリで、油マックのカフェラテ美味しい。ごちそうさまでした。んーじゃん。ということで、はい、栗山闇のおててです。どうもどうも、ニョキ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 。ってことでね、こっからが本題なんです。みんな見てください、こちら、じゃー、ピノジェリー、イエーイ。ポップマートという会社はご存知ですか？ブラインドボックス、まあ、いわゆるランダム系のねフィギュアを売っているところなんですけど、もうジャケットパッケージか可愛すぎて買っちゃいました。こちらね、開けていきたいと思うんですが、今回はなんと3つ買っちゃった。よし、楽しみでございます。じゃあ太陽ロー、はい、今回ね、はい、ここ何が当たるかっていうと、この、12種類の男の子たち、なんか食べ物がモチーフになってる男の子たちと、ここに2種類のシークレットがある。右はアイスっぽいかなと思ってるんだけど、僕がね欲しいのは、うーん、このキャンディーの子かな。あとこのカップケーキの子も可愛いね。うわ、このなんか辛い麺みたいなやつも可愛い。うわ、もう全部可愛いんですけどね。じゃあ開けていくか。ちょっといけるかな、うん、おー、いけるいける、これ意外といけるやつだよ。はいはいはい、じゃん。あ、取れることもあるよね。箱も可愛いからね、開けるのもったいないって思っちゃう。よーし、おーおお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 お、あ、青いグミ。あ、もう、もう2択じゃないか。あ、これ早速欲しい子来ちゃったんじゃない？これ見て、かわいい、お菓子の入れ物みたいじゃん、本当にかわいい。うわー、超かわいい、開けるのもったいない。おいしょ、にょ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 、まさかのカメラ切れてるっていうね。はい、じゃあ開けていきますよ。これもう、あー、かわいい、かわいい、これ、わ、来た来た来た、もう一番欲しかった子来ちゃった、かわいい。すごい、クリアでね、これわかるかな、ラメみたいなのが入ってて、うわ、おちりかわいい、浮き輪だかわいい、やばい、これかわいい、めっちゃ、うわー、サングラスもかわいい、トロトロじゃん、もうやった、嬉しい、もういいもんね、当たっちゃったもんね。だって、いいの？もう2個開けなくていいな、これ。まあ開けるんだけど、あ、そういえばね、これね、カードも入ってるはずなんだよね。ほら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 、このカードも可愛いんだよな、ポップマート。うわー、可愛い、ちょっとこれ可愛い、このグミも、グミなんかな、キャンディー、これも可愛いじゃん。うわー、並べて奥の、あ、もうダメだ、こんな感じやね、わかる？はい、うわ、可愛い、めっちゃ可愛いわ。うわー、どうしよう、これあと2つも楽しみすぎる。はい、ということで2つ目開けていくぞー。え、何が当たるだろう。やっぱね、カップケーキの子とか来てほしいけどなー。開けやすくていいな。お、うわ、可愛い、何これ、可愛い、バーブちゃんみたいな。これ何？これ何？これ何ガチ？何？ガチ何これ？
はい、わかんない。これなんだ、クッキーじゃないもんね。クッキー、アイシングクッキー。え、ちょ、わからん。なんだ、カードになんか書いてあるか。カード出てきて。わからん。なに、臭い。え、そんな、なんですかこれ。なんかクイズって書いてあるな。なんか QR コードで読み込む系だ。これ並べよう。これと、これ、うわ、かわいい。何かわかんないけどかわいいわ、色も。うわ、かわいい。あ、もう最高じゃん。3つ目。もう全部かわいいと思ってしまう。このシリーズね、実は初めてじゃないっぽくて、僕が買ったのは初めてなんだけど、他にもねシリーズがあったみたい。前も乾燥剤、グミが先に。あー、黄色も2択だな。レモンか、なんか普通のグミみたいな。夢ならばどれほど。あ、うわ、レモンだ、かわいい。うわ、テクスチャもね、ゴツゴツしてるわ、レモンみたいな感じで。うわ、見て、おちり、かわいい、おちり。うわ、かわいい。ほっぺかわいいね。そばかすもかわちい。うわ、レモンかわいい。うわ、めっちゃかわいいじゃん、これ。見て、レモンによく当たるシール、かわいい。これ並べたら最高じゃん。一番なんかアメリカンなカラーだね。これグミね。ちょっと緑がかってる感じもね、レモンみたいでいいね。かわいい、かわいい。これ並べて、うわ、いいじゃん。ちょっとね、これ、あー、画角を気にしてますよ。あー、全部、あー、もう全部、あ、僕が壊しちゃうんだ、全部。これ置きたいだけなのに、これ。おちょちょちょ、手袋が邪魔なんだよ、これ、あー、もうダメだ、もう、ダメなんだ、もう。座るんだよ。あー、もう、ちょ、座んない？ダメ？無理？無理か。まあ、いや、あー、いける。はい。はい、もう、難しい、手袋してると。カードは？じゃん。わー、かわいい。レモンかわいいかも。あんまりこう眼中になかったけど、これ本物見るとめっちゃかわいいな。色が好き。はい、ということで今回はポップマートのピノジェリーというランダムフィギュアを開封してみました。いかがでしたか？ポップマートね、ちょっと前からハマってて、ちょこちょこ買ったりしてるので、もしまた好評だったら開封動画やりたいと思います。いや、もうね、深夜テンション撮り始めちゃったから、深夜テンションかっこ朝の9時とか10時とかなんだけど、今編集をして、今10時だ。だからまあ撮ってる時は8時とかかな。もう可愛いしか言えなかったね。テンションバグっているかもしれませんが、皆さんの、ちょっとしたね、暇つぶしになれたらと思います。じゃあまたね、こういうプチ実写動画も撮りたいと思うので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。イエイイエイ。ということで、以上、栗山ヤーミでした。バイバーイ。